はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは地金型金貨の一つである、南アフリカのクルーガーランド金貨の4分の1オンスになります。こちら1981年のクルーガーランド金貨になります。こっちを見るとね、年号が載ってますかね。はい、こちら見ると1981年と載っております。こちら1981年の、4分の1オンスのクルーガーランド金貨なんですが、実際4分の1オンスの金が入っておりまして、重量としては 8.48g になるので、通常のウィーン金貨のような2分の1とか4分の1オンス金貨に比べて、ちょっと銅が入ってる分だけ重量が多いんですね。なので、他の金貨に比べるとちょっと重厚な感じがするというところが、この金貨の特徴になるかと思います。こちらですね、もう完全に地金型金貨なんですよ。ですから、なんかすごく、値段が上がるってことは考えることはちょっと難しいんですけども、もちろん金価格が上がればね、上がる可能性はあるわけなんですが、1981年のものに関しては、718,928枚発行されておりますので、もう非常に発行枚数が多いんですね。ただね、これ発行枚数が多いのも、おそらくいろんな理由あると思うんですが、世界中でね、当時は、やっぱり地金型の金貨として、まあいろんな人がみんな購入してたという事実がありますので、地金型金貨としては非常にね、有名な金貨として持たれるケースが多くなっております。私も金価格でその4分の1オンスの金の値段としてしか買っておりませんので、通常高い値段で買っていないんですけども、まあ金価格程度で買えるっていうところがね、このクルーガーランドの金貨のいいところかなというふうに思っております。今回は4分の1オンスのクルーガーランド金貨について、ご紹介いたしました。なかなかね、デザインもいい感じの金貨だと思います。入手もしやすいので、単純な金投資が面白くないという方はね、こういう金貨で持ってみてはいかがでしょうか。また新しいコインについてね、入荷しましたら、動画にしたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。